きいですね。私の手のひらと比べるとこのぐらいの大きさ。大きい。さあ皆さんこんにちは、ノンサファリ札幌、ボルちゃんでございます。カメラは中島さんです。さあ今日は検証系でいきたいと思います。出た、検証系。はい、検証系です。さあ私がおりますのただいまこちらライオンのでございます。ライオンになんか分かんない。いや、そうです。ライオンで何かをするってことだよね。そうなんです。さあライオンが食べるものといったらお肉なんですけれども、今回は検証でこちらをご用意しております。私の大好きな、中島さんも大好きなサーモンでございます。わ、すごいね。大きいですね。私の手のひらと比べるとこのぐらいの大きさ、だいたい40センチぐらいございます。さあ問題ですとか言ってない。サーモンだけに、うん、はい、じゃあそれではですね、このサーモンをライオンさんにあげてみました。これで皆さん思うと思うんですけど、ライオンって魚食べるのって思うかと思うんですけれども、うん、食べるんですかね。うちの子たちにあげたことがないですけど、そうなんです。専門家の方に聞いたんですよね。はい、はい、そうです。大量でなければ、まあ、大丈夫ですよと、はい、いうことでしたけどね、はい、そしてうちではあげてますって言われましたよね。言われました。たまにあげてますよって言ってた、はい、言われました。はい、ということで、初めてのこちらのサーモン、ライオンちゃんたちはどんな反応をするのか検証していきたいと思いますので、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、すごいね。ちょっとももちゃん裏側見せて。裏側、わー、すごいね。これちゃんちゃん焼きにしたら美味しい。いや、美味しいっすね。ちゃんちゃん焼き大好きです。石狩鍋とか、ね、こんなの釣ってみたいな。イクラが美味しい季節になりますね。猫なら食べますからね、魚は。そうね、はい、そうそうそう、某アニメで有名な曲、お魚加えちゃうやつ。そうです、それです。OK です。はい、それではお願いします。ダリー、来た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 。
ムーさん、はい、食べましたね。完食ですね、これは。完食ですね。共に初めてあげましたよね。うん、私の記憶をたどる限り、そうだね、この子が当園に来てからはお魚をあげたことがなかったんですけど、何の違和感もなくペロッと食べてくれましたね。そうだね。はい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 。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。あ、撫でてって言ってね。はいはいはい、ライリーちゃんかなりペロッと食べてくれました。すごかったですね。やっぱり猫はっていうところを言いたいところだけれども、はい、まあお肉はしたいですよね。そうですね。10割お肉ですよね。はい、この子たちはいつもそうなんですけども、迷うことなく口に加え、そして普通にむさぼり食べ、そして途中でなんかハッと気づいたような感じがしましたけど、うん、食べましたね。意外なんだけど。意外です。私たち本当にもっと時間かかるかなとか、手で遊んだりするのかなって思ってたんですけど、うん、はい、この子すぐ食べました。はい。可愛かったですね。はい。はい、こちら今回ライリーちゃんね頑張ってくれました。皆さんの感想お待ちしておりますので、コメントぜひよろしくお願いいたします。さあ、楽しかったな、ライリーちゃん可愛かったっていう方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もぜひぜひお願いしますね。さあ、皆さんぜひ続編といいますか、別のライオンちゃんの撮影もまたしたいので楽しみにしていてください。さあ、サハリサッポロ森ちゃんでした。ありがとうございます。